どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズラレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はですね、いい曲やりますよ。はい。本日は2019年4月1日。まあ、エイプリルフールですけど、別に嘘はつきませんけれどもですね。4月1日になったらこの曲をやろうと、ちょっと企んでた曲がありまして、その曲はですね、こちらです。1年生になったら、この曲はやっぱりまあ今日という日にふさわしいなと思ってですね、考えておったわけでございます。小学生に入学するキッズたちはもちろんですけど、中学生になる、高校生になる、大学生になる、社会人になる、ね、転職をする。こんなのみんな1年生ですから言うたら、その時にもこの曲を思いっきし歌っちゃいましょう。はい。いつものように2バージョンやりますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるガズレレ流、オリジナル簡単バージョン。こっちはコード4つです。C と Am と F と G7 でやりますよ。小学校1年生になりたての君にもできるかもしれない。いや、きっとできる。ぜひやってみてください。後半はかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョンはさらにもう一個 Dm というコードを使って、ちょっとコードも増えて、かっこよくやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、今歌いたい曲、大好きな曲、いつかはものにしたい曲、カラオケとか CD とか、歌うのもいいんですけれども、楽器と一緒に歌う弾き語りをこれね、本当に楽しんで、もう本当にやってもらいたいんですけれども、まあ、ピアノとかギターだとちょっと難しいですけどね、ウクレレだったら簡単なんですよ。簡単だけど奥も深いですよ。ずっと続けられるね、パートナーになりますので、ぜひ始めてください。そして、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、よかったですね。どんどん弾けるようになります。どんどん音楽楽しくなりますからね。やってみてください。もうちょっとしたらここにリンクがあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところをカチッとクリックしていただいて、そのページの上の方なんか順番通りの1から数字の通りの動画を見ながらウクレレ触っていくだけで、もうすぐにね、できたってなりますからね。ほんとものね、10分、20分、30分でできるようになります。はい。音楽は聴くのもいいけど、やる方がもっと楽しい。ぜひ皆さんこれを機に、始めてみてください。YouTube だったらいつでもどこでもね、ちょっとした時間の隙間でも、宿題のちょっとした合間でもね、YouTube だったら無料ですから。ぜひ始めてください。じゃあリンクありますよ。初心者ですがここ行ってらっしゃい。クリック!いってらっしゃい。楽しく音楽やろう。はい。そのリンク先の下の方に行くとですね、いろんなジャンルボックスがあって、ありとあらゆる音楽が700曲以上、動画で私 YouTube にアップしてますから。もちろんこういうキッズ向けの曲、最新 J-POP から夏メロから洋楽からハワイアンからもうありとあらゆるアニメソングとか映画の曲もありますよ。探してみてください。検索のところに曲名入れてみると、で、やってるの出てきますね。ぜひ音楽。始めよう。じゃあ早速行きましょう。1年生になったら、まずは初心者向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。1年生になったらまずはシンプル簡単バージョンやってみました。どうですか？コード4つですよ。ゆっくりやれば、これから小学校1年生になる君にもできると思います。はい。今のは2番までやったんですけど、本当は3番までやります。で、同じコード進行一緒だから、慣れてきたら3番書き出して自分の方ノートに書いてね、歌本作ってください。動画の
動画を見ながら一緒にやるのもいいんだけど、書くといいんで、その時にね、参考になるように僕のノートを見てもらおうと思うんですけど、いつものことなんですけど、上の段が今やったやつで、下の段はこれから後半やるかっこいいバージョンのコード進行、急に難しくなるか。今の上の段ですからね。はい。後半のもやりたい方はここでメモっといてください。じゃあ一時停止でどうぞ。ね、だいぶコードが変わってきますけどね。今これ1番ね。コード進行全く同じで歌詞が変わって2番ですね。はい。楽しくやっちゃおう。ですね。はい。で、コード、出てくるコード、さっき4つって言ってるんですけど、C と Am と F と G7。この4つなんですけど、この4つのコードは、ウクレレ始めたらもう、まず最初に覚える、超基本の基本の4つのコードでございます。最初の方でさ、ここねって、ウクレレ練習してねっていうところでも一番最初に習うコードですよ。はい。なんで、そこで覚えてください。なんですけど、今日はちょっとおまけでですね、これからのために。どうも、こちら。ガズレレ必須コードというグループのことを、紹介しておきましょう。必須って、これ必須って読むんですよ。漢字ですよ。まあ、私も漢字は詳しくないけれども、必須ってことはね、どういう意味か。必ず覚えた方がいいよっていうことですから。はい、で、ウクレレでね、このウクレレで音楽を始めようかなっていう、君たちにはですね、この8個のコードのグループを最初に覚えた方がいいです。今日は4つしか出てこないけれども。あ、そうだ。後半にね、やるかっこいい、これからやるかっこいいバージョンでは、Dm っていうコードも増えます。これ簡単コード全部ね、よく見てよ。そんな難しいコードない。ちょっとこれが指3本だけど、ちょっとコツつかめば大丈夫。これも、この5個のコードも含めた全部で8個のこのガズレレ必須コードっていうのだから、この8個のコードをなるべく早めに覚えるのをおすすめします。以前、このガズさんが分かりやすくこの8個のコードを解説している動画をここに貼っておきます。ここのリンク先に行ってこの8個のコードをまず最初に覚えてください。まず音楽の手がかり、この8個のコードを、分かっちゃうといろんな曲できますからね。OK ですか？はい。はいはい、OK です、OK。はい。どんどんやりましょう。はい。で、今の見てもらうと、ここの友達100人できるかなとか、ちょっとこの C と G7 と CC、ここちょっとやってみようか。友達100人、次。C7C ちょっと忙しい。できるかな。はい。こういうところがちょっと一回だけ入るっていうのがあるんで、ここだけ注意してください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説します。かっこいいバージョンをさっきも言ったんだけども、Dm っていうコードが出てきて、コード進行だいぶさっきのシンプルバージョンよりは変わりますと。なんで Dm もさっきのね、ガゼレリヒスコードのところでマスターしてみてください。そしてね、このかっこいいバージョンの一番の特徴はリズムです、リズム。で、迷うところなんですけど、ガズさんもこの曲はかっこいいバージョン、どのリズムにしようかなと思ったんだけど、まあ8ビートでやるのが一般的だと思う。こうですね。1年生になったら、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。これでももちろん、バッチリかっこいい。なんだけれども、1年生になるときの気分ってどういう気分ですか？ですよね。嬉しくてルンルン気分ですよね。ルンルン気分のときにはですね、いいリズムがあります。ルンルンビート。ルンルンビートっていうリズムがあるんですよ、ガズレレには。はい。どんなリズムか、ちょっとやってみましょう。ズンズダンズ、ズンズダンズ、ズンズダンズ、ズンズダンズ。はい。ルンルンして。このリズムはね、嬉しいよね、こう、跳ねちゃう気分。シャッフルというリズムと、こう、強弱をつけて、この独特の、リズム、ルンルンビートでやってみようと思います。これ面白いんですよ。アクセントがズンズダンズ、ズンズ。後ろに来るからね、なんかこう、ほんわかした感じになります。以前、このリズムの解説を、めちゃくちゃわかりやすく解説してる動画を、ここに貼っておきます。ここのね、リンク先はガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページの1枚。その中から、ルンルンビートっていう動画を探して練習してみてください。ルンルンビートの特徴はですね、体を思いっきりルンルン気分で、テンションもルンルン気分でやると、いいルンルンビートができますから。そんな感じです。はい。なんで、いいですか？コードもちょっと違って、コード進行も増えて、ルンルン気分で、もうね、楽しいって感じでやるのがいいと思います。はい。そんなことを踏まえて、じゃあやってみましょうか。1年生になったらかっこいいバージョン、ルンルンビートで、やってみるよ！ワン、ツー、スリー、フォー！でん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 。1年生になったら、1年生になったら友達100人できるかな。100人で食べたいな。富士山の上でおにぎりをパックンパックンパックンと。ほい。1年生になったら、1年生になったら100人できるかな。100人でかけ
けたいな。日本中を一回り、都心都心都心と。入学おめでとう、イエーイ、じゃじゃん。はい、1年生になったらかっこいいバージョンやってみました。どうでした？楽しいでしょ。ルンルン気分でこれやるのね。1年生の体を揺らして、はい、楽しんでいきましょう。やっぱり新1年生、ね、新しい扉が開く時ですから、元気に行こうっつってね。ありがとうございます。よろしくお願いします。いろんな世代で弾いてください。はい、ありがとうございました。ガズレレオでいろんなことやってます。イベントもやってるし、グッズの販売とか、本もたくさん出してます。ご案内させていただきます。どうぞ。はい。まず、ガズレレホームページ、ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。最近リニューアルしたばっかりですから、内容濃いですよ。曲の検索機能もわかりやすくなりました。いろんな情報も、最新情報もいつもこのホームページに出てますから。はい。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。そこ見るとね、もういろんなことある。例えば CD 出してますとか、本出してますとかあるんですけど、まあ、ホームページいろいろ見てくださいね。そのホームページではですね、ブログも書いてるんですよ、ガズさんは。はい。1日1記事、だいたい書いてるんです。いいことばっか書いてるんですよ。ほんと、これぜひ読んでください。ブログもね、ホームページにありますから、とにかく、ガズレレはね、音楽みんなやろう。どんな人でもやろうっていうのがメッセージですから。はい。でね、聞くよ、音楽聞くのも最高ですけど、やる方が最高。これは合言葉に、楽しんで音楽やろう。楽しんでる人はどんどん周りの人に教えてあげてください。ガズさんの YouTube 教えてあげれば、その人もどん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 もう勝手に上手になる。勝手に音楽が楽しくなる。はい。世の中になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。さよなら。